この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が尻死欲を捨て大当たりと女の子の巣ポンポン、そうスロと色の融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓とパチスロ月とスポンポン、今日の子は一番可愛いな。気持ち悪いよ。スロットで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人ダルセココミ&今回初登場の新人助っ人ライター東條さとみ。今回は人気シリーズ3作目のパチスロ戦国乙女2での対決。乙女たちが微笑むのは魚拓かナルセか。ルールはシンプルに最終獲得枚数で勝負。魚拓が頑張ればムフフ女優君とあゆみちゃんがセクシーショットを拝ませてくれるぜ。ちなみにあゆみちゃんは体も心も柔らかい今大ブレイク中のムフフ女優。調子はどうですか？すごい悪い。超悪い。癒しが欲しい。癒しが欲しい。あら、そんなことより脱がせられないよ。うるせえ。スッポンポン。結果発表。お疲れ様です。微妙っす。いや、なんかね、この余裕がある感じがね、怪しいの。微妙っす。帰ってくるの遅かったですね。多分大丈夫だと思うんですけど。もうやだ、ちょっと早く言ってください。国民さんはですね、1283枚でした。マジか。魚拓さんはですね、1338枚。よしよし。嘘でしょ。なんであんな短い時間にそんな出たんですか。今宵も俺ダブルね。全員見たいからグルで嘘ついてんでしょ。うちらがいなかったから。では奇跡の大逆転、その証拠をお見せしましょう。今調子いいんだよ。今そしてここから 80% ループの破壊力が炸裂。熱い演出のオンパレード、とくとご覧あれ。ただ申し訳ないですけど、俺今目標としてるのは5000枚ですから、ナルセじゃないですから。そこは山の2号目ぐらいですからね。熱い、熱マーク。さあチャンス目。乙女乱舞は前作の演出が盛り込まれたファンにはたまらない降格モード。なんだロゴが出て。縄文がチャンス目だ。またおい紫ナビ。簡単だなこれな。さっきまで俺ソロ気しなかったのに今終わる気しないですね。怒涛の9連チャンでナルセを大逆転。お見事、大逆転勝利。はい、これもうみんなハッピー、オールハッピーですよ。これいつも理想の形です。これが俺、これ負けてたら。え、今日取れるの？取れますよ。ほんとちょっとしか残ってない。だからダーン乙女チェリー、乙女チェリー。
2回も。いや1回です。1回です。あれなんだ、何が高かったんですか。新乙女です。実力、ポテンシャル違うのは。ポテンシャルなんで、人間としてのポテンシャル。だったらもうちょっと早く出してもらっていいですか。待ちくたびれてお腹減ってるんです。ね、お腹減ったね。大丈夫、食べさせてあげるからね、好きなもんね。最後、最後 Y 字なんだっけ。Y 字じゃないらしいんですよ。 I 字らしいんですよ。そうです。 Y 字じゃない、ここまで行くんですよ。じゃあだからもうここに、ここに股が。それ俺取らしてください。俺顔とかいらないんで。さあお待ちかね、撮影会スタート。さっきのお股パッカーンやってもらって、はい、やって、そのままちょっとあのブルマを見せてください。ブルマ、はいはい、あ、はい、チーズ。これめっちゃいい、めっちゃいい。ね、その今の状態って痛く、どこも痛くはない。どこも痛くないです。力も入ってない。入ってないです。入ってないです。でもさ、どうなってると思います？これブルマの中。パッカーンですよ。いや、今の言葉で言うとクパーですよ。うわ、出ました。今動きが今クパー。やばい。いきまーす。はい、チーズ。お風呂上がりにこんなこと考えたら変わんないっすよ。頭だけバスタオルで全裸で、全裸ではやらない。じゃあ、好きですか、そのアイジキャラを、はい、いいですか、見せていただいて。すみません、かわいい。痛くない、痛くないです。もうちょっとこっち行きますね。はい、すごい、すげえ。顔入れてくださいよ、ちゃんと。ああ、あいみちゃんのとんでもない写真はこちらからぜひご応募ください。いい回でしたね。素晴らしい。もう何にも悪いとこ一個もないもん。悪いとこ一個もないしっていうのはちょっと帰りが遅かった。そこはいいね。まあね、みんなが幸せになれるんでね、待ちます待ちます。いやでも、あゆみちゃんが幸せかどうかわかんないですよね、今日どうだったのかっていう。どうでした、今日。ちょっと今日すごく楽しかったんですけど、マッサージを軟体で一度したかったなっていう思いが。あったかよかったんで、あったかそこのもううんこついてんじゃん、これもう服ちゃんそうですよね、着忘れがカクカクしてたり。あの多分あのマッサージなくて、うん、みんなハッピーだったんじゃないかな。結果的に。そうですね。はいはい。次回もこんな欠点のない回を目指しましょう。はい。何にも反省することないです。完璧です。お疲れでした。さあ次回はパチンコキャプツバー。翼は俺のためにあるパチンコ台なんで、もはや。ルフフ女優はなんとアイカップだぜ。私のボルトはお友達になってくれますか。いやお前じゃねえんだよ。俺巨宅のドライブシュートが炸裂か。サンプル見よ、サンプル見よ。